あの日、私があの人にしたことは後悔していない。ありがとね。下手すれば死ぬとこだったよ。でも、あの日私があの人に言った言葉は、命を助けてもらったわけだし、基本何でもしてあげるよ。キスとかは？後悔している。気持ち悪い。ざわめきだった。感動いたしました。こんな気持ちは初めてです。一華さん、あなたは運命の女性だ。助けて。何これ、どういうこと？キスさせてくれたら持たせてあげますよ。本当にクズだった。もし一華を悲しませるようなことしたら応援するのやめる。こんなの初めてで、自分でもよくわかんない感じ。いい加減にしてください。私の悩みなんだから、リオさんに関係ない。悪い大人、そう思うのに。好きって単語が当てはまるのはこの人だと思ってしまう。感じる前、心配ぐらいさせてください。一華さんの悩みも俺のものにしたい。一華は普通の子だけど、お兄ちゃんにとっては特別なんだろうね。自分が傷つく覚悟しろよ。私じゃダメかな。本命が欲しかったって言ったら怒る？私、俺のこと、リョウさんのこと好きになってくれないだろ。